昭和29年のラショア島、スリデガン、牛シ,シル島、ケトイ島、シムシル島ケトイ島は、千島列島の中部にある島である。ロシア名は、ケトイ島、英語表記はケトイ。島の名前の由来は、アイヌ語の、ケウトイで、骸骨、悪いの意とする説がある。商法を国得ずと元禄を国得ずにはそれぞれ、ケトない、ケトないとある。これについては島にある谷を、 ケト内下渓谷と呼び、それが島の名前に転じたとする説がある。シムシル島の北東、シムシル海峡を挟んで、約2 0トルを隔てた、直径約8トルの円形の火山島である。島全体が山岳で形成されており、主な山は次の通り。島の中央南西寄りには、幅約1 5トルのカルデラ湖である。ケト一個が淡水をたたえている。 また、白煙山の直径550メートルほどの河口クレーターの中にも火山に特有な青緑色の水をたたえた河口湖が存在する。噴火を起こした記録があるのは白煙山の方で、その規模が最大なのは1843年から1846年の間に起こしたものであり、最後に噴火したのは1960年である。海岸は 絶壁が続き船を寄せがたく、一部の崖は約500メートルの険しさを有しており、南岸にある三波湾が過労じて上陸地点となっていた。植生について、本島は千島列島における笹の北限である。また、戦前に本島を訪れた北海道大学の縦脇、三沢は、自らの著書に、中部千島で一番孤独で陰鬱な島と称している。 ケトイ島には古来定住者がなく、ラショア島に住んでいたチシマアイヌが陶器に来島して和紙を捕らえていたという。1945年以前は越年者が建てられており、北海道根室振興局管内のシムシル軍に属した。現在はロシア連邦が実行支配しているものの、日本政府は国際法上貴族未定地であるとしている。ABC インターナショナルクロライランドプロジェクトユニバーシティオブ・ワシントン・フィッシュ・コレクション・オアザリスペクティブ・オーサーズ2009年7月24日閲覧 AB グローバル・バルコネザム・プログラム米国立自然史博物館2009年7月14日閲覧北海道における最終間表記以降の笹の知識的動態笹を指標とした積雪 音量環境の推定日本植生死学会北海道新聞社編千島十段1994年140ページありがとうございます